アマゾンで注文した最新式ナーク系中華トイガン、ダブルアクションパイソンが到着したんですけど何か？はい皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。大型連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか？今回は連休中にご紹介できればと思ってアマゾンで注文した最新のナーク系中華トイガンで、ダブルアクションで弾が撃てるコルトパイソンの箱出しレビューです。5月4日にアマゾンで見つけて、無料配送だと5月中旬以降の配送だったのですが、負けプレビンで360円を追加して支払えば5月7日到着ということだったので、負けプレビンで注文しました。でも昨日は届かなかったんですよ。わざわざ360円も追加して支払ったのにおかしくない？と思っていたら、先ほどアマゾンから1日遅れでこの箱が届きました。まあ、今回は1日遅れただけだからいいけど、アマゾンの中国系業者さんからの発送はダメなのが多いよね。私もアマゾンではトイガンを含めて色々なものを購入しているけど、国内のアマゾン発送じゃないものは本当にひどいよね。この1、2年の間だと、まずは昨年7月のこのヘルメット。中のパーツが一部破損していたんですよ。ヘルメットは命に関わる製品だから即業者さんにメール連絡してみたの。そしたら怪しい日本語でお返事が来て意思の疎通が図れませんでした。当時はアマゾンを通して、返品依頼とかの対応をしてもらえばいいとわかっていなくて。結局、言葉が通じずに泣き寝入りしました。破損パーツはジョニーなテクノロジーで直せたからよかったんだけど、不良品には違いないよねー。物が良かっただけに残念でした。この時から約9ヶ月で怒涛のトラブルラッシュですよ。トイガン系、というか中華ナーフ系や中華コピー商品は、発送が中国からだからねー。昨年8月にダメだったのがまずはこの芋ネジ。トイガンの修理のために、安い芋ネジを中国発送のもので注文したら、届かずに返金対応となりました。アマゾンを眺めていると、面白い商品が結構あるんだけど、このレーザーサイトもなかなか良さそうだなぁと思って注文してみたの。でも配達予定時期をだいぶ過ぎても届かず、アマゾンに連絡したら返金でした。ほんとがっかり。最近買いまくっている中華ナーフ系トイガンに手を出し始めたのもこの頃で、カート廃業式エアコキが流行り始めた頃にガバメントが売っていたので注文してみたの。でも、届かなかった。ここで一旦私の中華ナーフの購入意欲が削がれてしまうんだよね。そして、この時期に商品未着とはちょっと違うんだけど、エアガンウォーズで使用する被り物が欲しくて今被っているカイロレンの別バージョンを注文したの。今被っているのとは違って、破壊されてひび割れたヘルメットバージョンなんだけど、品物は中国から無事に届いたんだけど、ラバーマスクなのに、折り目がついていてその折り目が取れないダメダメ品質でした。似たりしてみたんだけど、こういう折り目って取れないんだよねー。品質もいまいちなので結局、動画では一回使っただけでお蔵入りです。折り目が目立って明るいところでは使えないんだよね。おそらくコピー商品なんだけど、中国製コピー品はこういうのがあるから怖い。このダットサイトも品質がダメだったケースで、物自体は国内アマゾン発送だったからすぐに届いたんだけど、マウントが全然使えない粗悪品で、わざわざ別に買い直ししないとダメという。安く買えても結局高上がりという結果でした。なんだかなぁ。品物が届かなかったパターンに戻るけど、このガトリング砲のチープトイガンも注文したけど配達されなかったケース。これでターミネーター2のパロディをエアガンウォーズに取り込む予定だったので、シナリオがここで狂っちゃった。エアガンウォーズといえば、赤いニャーさんが着ているこのパーカーなんだけど、XL サイズを注文したら、
商品タグは XL なんだけど 3L から 4L くらいのサイズ感の品物が届きました。業者さんに商品ページに記載されているサイズ表示と全然違うと連絡したら、最近になってサイズに変更があったとかわけのわからない回答があって、返品は不要で支払いは返金という対応でした。結果として無料でブカブカサイズのパーカーが手に入ったことになります。そのためヤガンウォーズの中で赤井さんは大きめの制服を着ているわけなんです。だからスリムだった20代の赤井さんは30代では肥満体型。そして、品物は届いたけど、今度は色違いというケースがこちら。カーキ色のグロックカービンを注文したら送られてきたのはグリーン。業者さんに問い合わせしたら、カーキ色の在庫はないとの回答。すぐにカスタムして遊びたかったのでグリーンで諦めることにしました。ちなみにカスタムしてガス風呂でも使えるようになったのに、3月の地震でぶっ壊れました。次はアマゾンの中国製品のトラブルというわけではないんだけど、CS ヌーブスという中国のショップから直接購入したトイガンが到着まで時間がかかるというお話。1月の時点で国内流通していなかったこのタニオアクション風ブロックがどうしても欲しくて、CS ヌーブスという中国のお店に直接注文。海外通販は初めてで不安があったけどこのお店は問題のないショップでした。品揃えも豊富で、送料も無料。日本国内未流通のトイガンを購入できます。商品表示を日本語にもできて、注文もわかりやすい。ただしなぜか発送が中国からではなく、オランダからの発送で、到着まで1ヶ月かかります。私の場合はパーツが一部足りず、パーツを追加発送してもらったからさらに1ヶ月かかりました。しかも送ってくれたのはパーツではなくグロックをもう1個という面白い対応でした。なんてことが、1月から3月にかけてありましたよ。中国製のトイガンが日本国内の物流に乗って普通に販売されていればいいんだけどねー。で、3月に商品未着となったのが、先日ご紹介したダブルバレルショットガン。当時3000円という安価な商品があったので注文したら見事に届きませんでしたよ。Amazon で著しく安いやつは届かない仕組みなのかねー。安くて届かなかったのがこのスパイダーマンのマスク。被り物を追加したかったんだけど、2回注文して、2回とも未着で返金となりました。さらにエアガンウォーズで使いたかったこちらのロケットランチャー。これも先月初めに注文したけど結局届かずに返金となっています。さてお待たせしました。今までの愚痴を聞いていただいた後に本日のメインイベントを。こちらの最新式のダブルアクション可能なコルトパイソンです。追加送料を払ったので、本当は昨日到着するはずだったのですが、なぜか昨日は届きませんでした。配送伝票の問い合わせ番号も追跡不能。ちょっとこれはまた未着？ここのところ届かない商品が多かったから不安になっちゃうのはしょうがないでしょ？心配になって Amazon に問い合わせていたんだけど、どうやら1日遅れで配達されたみたい。大型連休だったからかな。360円も追加料金取ったくせにひどいよね。まあでもこれで連休最後の日に皆さんに最新型のパイソンをお披露目できますよ。正直エアコッキングガンではなくて、タニオアクション風グロック版のカートリッジを使用するタイプなんで実写性能は期待できないのですが、今回はリボルバーなので作動性は期待できそうな気がしています。今回は不良品じゃありませんように。じゃあ、開封レビューいっちゃうよー。しかし、毎回思うけどAmazonの箱は過剰包装だよねー。でも、負けプレビンって360円取っておきながら梱包は普通のアマゾンの箱なんだねー。さてご会長。
何これ？どういうことよ。ホットウィール、ブーンブ83円型ヘビーシルバラード。パイソンはどこじゃー？入ってないじゃん。パイソンがミニカーに変わってるー。はい、みなさん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はクールなミニカーのご紹介だ。ホットウィール、ブーンブ83円型ヘビーシルバラード。このデフォルメされたデザインが秀逸だねー。漫画家の鳥山明さんが描くイラストに登場しそうだ。こういうボンネットから迫力あるエンジンが飛び出しているデザインって好きだなー。じゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。